アメリカンフットボールは2つのチームがオフェンスとディフェンスに分かれて一定の時間内に得点を競うゲームです。ゲームはサイドラインと呼ばれる120ヤードのラインとエンドラインと呼ばれる 53.3 ヤードのラインで囲まれたフィールドと呼ばれる中で行われます。チームを区別するため普通ユニフォームはカラーとホワイトに分かれています。ゲームはどちらのチームがキックしレシーブするかを決めるコイントスから始めます。オフェンス・ディフェンスは各11人のプレイヤーがフィールドに入りプレーの切れ目に何人でも交代することができます。さあいよいよキックオフです。キックされたボールをレシーブチームがリターンしてボールが止まるとレシーブしたチームが攻撃する権利を得てオフェンスを始めます。オフェンスを始める前にはハドルを組みプレーの確認をします。今ボールに触れたホワイトのユニフォームのチームがオフェンスチームです。このオフェンスチームの場合後方を自陣前方を敵陣といい敵陣のエンドゾーンと呼ばれる区域にボールを持ち込めば得点が入ります。ボールがスナップされました。こうしてプレーはスタートします。ボールを受け取ったのはクォーターバックと呼ばれるプレイヤーで多くの場合このプレイヤーがボールを受け取ってプレーが始まります。クォーターバックがボールをハンドオフして受け取ったプレイヤーがボールを持って走りました。このボールを持って走ったプレイヤーはランニングバックと呼ばれ敵陣のエンドゾーンに向かってできる限りボールを進めます。このプレーをランプレーと呼びます。ディフェンス側はボールを進められないよう阻止しようとします。オフェンスがそれ以上ボールを進められなくなった状態をボールデッドと呼び攻撃プレーはそこで終わります。このスナップからボールデッドまでの一区切りのプレーをダウンと呼びます。1回目の攻撃をファーストダウン、2回目をセカンドダウン、3回目をサードダウン、4回目をフォースダウンと呼びます。オフェンスは4回以内のダウンで10ヤード以上ボールを進めると新たに4回のダウンを得てプレーをすることができます。これをファーストダウンの獲得と呼びます。一つのプレーでどれだけ進んだかはサイドライン上のチェーンなどを見れば分かります。左右の矢印の間が10ヤードあり矢印の方向がオフェンスの進む方向を示しています。数字は4回の攻撃のうち何回目かを示しています。今2となっているのはこれからセカンドダウンの攻撃に入ることを示しています。これは1回目の攻撃で4ヤード進んだことを表していて残り3回以内の攻撃で6ヤード以上進む必要があることを示しています。ディフェンスチームが上手に守るとオフェンスチームは自陣の方向へ下がってしまうこともあります。その場合にはこのようになりロスしたといいます。今度はクォーターバックはボールを自分のチームの選手にパスしてボールを進めました。フットボールでは1つのダウンの中で進行方向には1回だけパスを投げることができます。オフェンスはこのようにランプレーとパスプレーがありこれを組み合わせてボールを進めていきます。ボールはエンドゾーンに持ち込まれました。これをタッチダウンと呼びます。得点は6点入ります。もちろんパスプレーでもタッチダウンできます。この後オフェンスチームにはさらに追加の得点をする機会が与えられます。これをトライフォーポイントあるいはポイントアフタータッチダウンと呼びます。ボールをキックしてゴールポストと呼ばれるポールの上の部分の内側を通すと1点追加。タッチダウンと同じように何かパスでエンドゾーンにボールを持ち込んだ場合は2点追加になります。その後この得点したチームがキックオフをしてゲームは続けられます。
通常今度は得点されたチームがオフェンスをすることになります。フットボールはこれだけのことを知っていればゲームを十分楽しむことができます。それではもう少し詳しく見ていくことにしましょう。オフェンスには4回の攻撃権があります。しかし実際の試合では3回の攻撃で10ヤード以上進めなければボールを蹴って攻撃権を放棄してしまうことがほとんどです。これをパントといい、ファーストダウンを獲得できなかった場合陣地を挽回する方法です。ディフェンスは攻撃を食い止めるだけでなくボールを奪い取ろうとし攻守交代を狙っています。これをターンオーバーと言います。ターンオーバーには次の2つのケースがあります。オフェンスが落としたり弾かれたりしたボールをディフェンスが拾ったり抑えたりする場合、そしてパスを空中で奪い取るインターセプトです。どちらもオフェンスとディフェンスが一瞬にして交代してしまうディフェンスのビッグプレーです。フットボールにはタッチダウンやトライフォーポイントの他にも得点の方法があります。ボールをゴールポストに蹴り込むと3点獲得できます。これをフィールドゴールと言います。フォースダウンでキックしてゴールポストまで届きそうな距離ならばパントではなくフィールドゴールを狙うことが一般的です。次にセーフティー。オフェンスチームが攻撃中に自陣のエンドゾーンより前へ出られないでボールデッドになった場合、セーフティーといってディフェンスチームに2点が入ります。いわばオフェンスの自滅点です。得点方法と得点を整理するとこのように